ちゃん。まだいっぱい届いたよ、さっちゃん。さっちゃんの、さっちゃんのね。なんかね、肩をね、肩こりを治す。肩こりを治すおもちゃも届いたよ。やってみる？ちっちゃなお菓子、ちっちゃな、あとこれさっちゃんの大好きな、今日もあの瓶から一人で出したやつね。これさっちゃん出したでしょ、たくさん全部出したね。これはおばあちゃんの、わすごいね、たくさん量。玉ねぎ一筋、玉ねぎスープだって、すごいね。あ、今これ今日食べたとこの、食べたとこのやつだね。猫ちゃんと、猫ちゃんじゃなくてハートかな。これ見るとハートかな。お魚と猫ちゃんじゃなくてハートかな。これはおばあちゃんのね、乾燥野菜。それからほら。桜エビ、こんなの高いのにね、すごいね。それで最後ね、最後極めつけはね、さっちゃんこれ、これがね、どうやってすんのかな、全身マッサージだって。どうやってすんのかな、マッサージ、マッサージやってみる。このマッサージ、お顔小顔にするやつらしいけど、肩でもいいんだって。あっちゃん、やってみる。これおばあちゃんとお付き合いして肩こるでしょ、あっちゃんねえ、肩こる猫にはいいかもね。お顔はね、これこうするんだって、こうして、どう、いい感じ、いい感じかな。お顔をこうして、それとお背中、お背中はね、背中にマッサージ、どう、あとお尻も、お尻もね、こうしてマッサージ。ちょっとさっちゃんのお尻にはあれかな、狭いかな。こうしてマッサージするんだって。気持ちいい？気持ちいいですか？エビね、エビね、エビ、エビだけどエビダメね、さっちゃん。うん。ほら、どう？肩こり、治るかしら？肩こり治るかしら？
やめろって、ね、ありがとうございました。たくさんありがとうございました。ちまきさん、ね。